ヨハネ・パウロ2世とヨハネ23世の劣勢式での教皇フランシスコとスイス衛兵。バチカンのスイス衛兵はバチカン四国とローマ教皇を敬語する衛兵のことである。スイス傭兵を使用したことからスイス衛兵、スイス傭兵などと言われる。現在のスイスは傭兵を禁止しているが儀礼的要素が強いことなどから例外として維持されている。 21世紀現在では数少ない傭兵隊であり、現存する国軍では創設時期が最古の軍である。1505年6月に教皇ユリウス2世は、それまで教皇領では兵士は臨時に傭兵を使用してきたものを改め、常備軍を創設することを決定した。当時、ヨーロッパの傭兵の中では、無類の強さで知られていたスイス傭兵が採用された。当時の議店長、 ヨハンブルハルトの日記によると、ユリウス2世が200人の傭兵を希望し、装備を含む費用をすべて教皇が負担したために、創設費用はかなりかかったという。結局1506年1月22日に、カスパール・ホンジ・レネンを、不評隊長とする150人のスイス傭兵が、ポポロモンから入り、造営中のサンピエトロ大聖堂で、ユリウス2世に出迎えられたという。 1527年5月6日のローマ略奪の際には189人のスイス衛兵のうち147人が戦死している。また1571年にベネツィア共和国が支配していたキプロス島をオスマン帝国が征服しようとしたファマグスタの戦いにスイス傭兵は強硬の軍隊として派遣された他レパンとの海戦にも派遣されている。フランス革命戦争で フランス軍がイタリアに侵攻し、ピュース6世がローマから追放された時に、スイス傭兵は解散させられている。1860年のイタリア統一以降、強行領が解体、消滅すると、スイス傭兵を雇用する財源がなくなったために、スイス傭兵は、レオ13世に対して反乱を起こした。その後、ピウス十世の頃には、スイス傭兵のイタリア軍と統廃合が検討されたが、 強行庁との関係を重視したスイス政府の運動によって、スイス傭兵は維持されることになった。ピュース十世以降のスイス傭兵が、現在のバチカンのスイス衛兵の基礎となっている。当時の隊長、ジュールル・ポンによって青、赤、オレンジ、黄色の島の16世紀ルネサンス時代の征服が、復活。清掃においてはこれに左をつけ。 モリオンと呼ばれる半月型の板金の2枚合わせにし、前後に尖った唾があるよう叩き出し、羽飾りをつけた兜を着用するようにした。また、入隊式などでは上半身にプレートアーマーの鎧を着用するようにした。スイス傭兵の特色である長い尾の槍を、議場の際の武器に採用した。さらに、イタリアとは一線を画するために、ドイツ系スイス人に限定し採用。 タイの使用言語をドイツ語にした。1970年代に、パウロ6世が、騎馬衛兵、宮殿衛兵を廃止したために、衛兵としての任務に限定された。装飾的な制服と武器は、サーベルと、斧の槍のみであるなど偽場兵としての性格が強くなったが、1982年のヨハネ・パウロ2世、狙撃事件以降、催涙イイスプレー、 小型拳銃の傾向が導入されるなど、実際的な強行の身辺警護に対応できるように改められた。これら近代的な装備や訓練の実態は国家機密になっている。21世紀現在、スイスでは、スイス衛兵はスイスの雇用を担うものとして考えられている。月収は1500スイスフラン程度と発給であるが、免税。 国民健康保険料支払い免除などの特権や、住宅費と食費の保障などがある。その他在任中に、外国や IT を学べるために、外国での職業訓練という性格がある。景気の上下とともに志願者の変動があるものの、一定の需要がある働き口である。パウロ6世記念ホールでの入隊式で先生をする、スイス衛兵。左手で大気を握り、 右手で親指、人差し指、中指の三本の指を立てるジェスチャーを取る。三本の指はサイン一体を表す。毎年、ローマ略奪のあった5月6日に、バチカンのパウロ6世記念ホールで入隊式が取り行われている。以下のような宣誓が行われる。チャプレン、私は、信仰深く、忠実に、そして尊敬の念を持って、教皇何棒と、 その正当な後継者らに仕えることをび、必要とあればそれらを守るために命を投げ出す強さと、自己犠牲を持って自身を捧げることを宣誓す。使徒ザク位イの時の数奇教団についても同様である。さらに私は司令官と上位者に対して、尊敬、忠誠と教順を約束する。ここに宣誓す。神と守護聖人が私を助けますように。神衛兵、私、何坊は、 勤勉かつ経験に、ここに読み上げられ、神が私に与え、守護聖人が私を支えるすべてを遵守することを、先制ス教の任用基準は次の通り。2006年現在の編成は次の通り。計110名で、3個グループより構成される。伝統的な武器、現代の武器バラクオバマアメリカ、合衆国大統領夫妻の警護をするスイス衛兵。職務は、と警察であり。 任務の主な対象は、ローマ教皇の警護、バチカン訪問の外国の要人及び巡礼者の警護、教皇の住居と、バチカン四国の縄文の警備、コンクラーベ中の数機教団の警護である。銃器は、シグ P220 とシグ SG550 を使用するが、詳細は警備上の理由で明らかにされていない。また伝統として、ケニア、長尾野の訓練も受けている。 その派手な制服はルネサンス風のデザインで、1914年にそれ以前の制服を改良する形で制定されたものである。5月6日の入隊先制式においては、さらにきらビやかな兜とと強行も着用される。この他には地味な青色の勤務服が存在し、サンターナモンの警備班が着用し、その他に訓練や夜勤の際にも用いられる。 英兵隊の公用語はイタリア語とドイツ語である。特集、ローマ教皇を守るバチカンの英兵2007年2月号、ナショナルジオグラフィックナショナルジオグラフィック JP2017 年12月3日閲覧、スウェリング・イン・セレモニー・オブ・ザ・ポンティフィックル、スイスガーズマイナス -2016.05、06 2016.、バチカン2016。ありがとうございます。